アナイアレーターとやらを絶対に破壊してやる。ああ、絶対だ。いいもの見っけ。よっと、いや、何が入ってるのかな。エセルさん、どんな思いだったんだろう。あれでよかったのかな。これはあくまで個人の見解だが、命とは密度、濃さと言ってもいい。それが重要だったんじゃないか。限られた時間の中で何かをなす、薄い10年より濃い一瞬だ。ミオちゃんもそうなのかな。個人の見解と言った。ミオにはミオの思いがきっとあるはずさ。だけど、なすべき時間はあまりに少ない。だから、僕はここにいる。体温、もう決めてるんだ。これまではその一歩を踏み出すのが怖かった。でも今は、踏み出せる。そう。本当に来るかな。来るさ、必ずな。会ってどうするよ。抱き合うとかなら勘弁願いたいね。女王陛下にお見せしたいのさ。あ？どういう意味だ。そもそもあいつは希望がついえる様を見せたいんだ。希望って？見えているんだよ。女王陛下は常に俺たちと共にあるからな。いただくぜ。よっと。
あの門の先にはキャッスルを守るコロニーイレブンがあるんだ。そしてその先に居住区があり、そこからキャッスルの正門へと道が続いている。さすがにそこは通れないもん。大バトル必死もん。ああ、だから右手の浮遊岩礁地帯を迂回してキャッスルの裏へと回る。この前話したエーテル採取場と物資搬入口はそこにある。了解した。長くここに留まっていると危険だ。その浮遊岩礁地帯とやらに急ごう。ああ、こっちだ。ついてきて。みんな、応戦の準備を。エアポンのまま攻める。絶好調だ、ユニ。バレンガンチフィールドバッシュ。ハーリロード。ハーリロード。ボブロックインパクト。ドライブアロー。ドライブ。今が攻め時だ。さすがだけどは。ユニ。ドライブ。ドライブアロー。ヒールバッシュ。リネインチフォース。ダイヤフライデッチ。ミョーゴ。サッカーファーリロード。ドライブアロー。ドライブインパクト。ヒロー。ここで決めよう。ブレッシングレイン。準備をしておけ。ぶっ飛ばすからよ。この力すごい。力を感じる。調子が出てきた。ノーブレス。カルチャー。ドライブアロー。ヒールパレット。直すのはそれだ。これでもっと戦える。クロスインパクト。の準備をしておけ。ぶっ飛ばすからよ。まだまだいけるよ。さあ、そう。リネイン。リフォースリロード。作戦通りだね、カヨ。バッタライン。ワンジャッシュ。どいてもらおう。バッタライン。調子が君の準備はいいよね。ヒールスプラッシュ。ぶっ飛ばす。ストーリーに。ストレッチブラスト。一気に。随分と派手にやられてるな。ついさっきまで戦闘があったようだ。まだ敵が近くにいるかもしれない。あ、戦場はいつだって不条理なものさ。なんだあいつ。ケベスの兵士か。こっちに来るよ。命はたやすく奪われる。どんな理不尽も肯定される。まったく。これだから戦いってのはやめられない。そうは思わないかい。あんた、今のは俺たちを助けてくれたのか。おっと、まだ気を抜かない方がいいよ。新しいお客様だ。は？囲まれた。やるしかねえな。ああ、迎え撃つぞ。やる気があって大変結構。笑ってる場合かよ。あっと、確かに笑うにはまだ早かったよ。何せお楽しみはこれからだからね。
エアパンチ撃破。激怒。どうしてもらおう。アウトスパイク。もう行っちゃ頼むぜ。ノーライク。アウト。ランドスライド。フライング。ちょっと待って。この時にも準備はいいよね。ロックインパクト。アイドスライディング。今のはケベス兵だよな。ああ、お察しの通り、この先にあるコロニーイレブンの戦闘部隊だ。そして見たところそっちもケベス兵のようだが。ん？私かい？君は何者だ？どこのコロニーから来た？そうだな、強いて言うならたった今私たちを襲撃したコロニーイレブンの軍務長ってとこかな。へえ、そうなんだ。え？あ？軍務長だ？いやいや、ちょっと待ってくれ。コロニーイレブンで軍務長ってことは、あんた、猟犬のアシェラか？猟犬？なんだよそれ、有名なのか？少なくともケベスのディフェンダーで知らない奴はいないってくらいにはな。コロニーランク白金の軍務長、間違いなくケベス最強格の一人だよ。話を戻すが、つまり君は味方のコロニーに襲われたってことか？うん、そういうことになるね。どうしてそんな。まあこっちもいろいろあってね。そういうわけだから、これからコロニーイレブンを落としに行く。君たちも一緒にどうだい？え、一緒にって？いや、なんでそうなるんだよ。いろいろとおかしいだろうが。相手はコロニーの仲間なんだろう。なのにあえて戦いに行くってのか？ああ、こんな戦場めったにないからね。こっちも試合甲斐があるってものさ。それに攻められっぱなしは性に合わなくてね。何より面白くない。そういうことを言ってるんじゃないんだがな。そもそもなんで俺たちが？え？だって君たち九段のウロボロスってやつだろ。知ってたの？おいおい、女王直々のお達しだぜ。軍務長なら知らぬ者などいないさ。聞けば命の日時計を破壊して回る反逆者一味なんだろ。んなことしてなくはないけど、好きでやったわけじゃねえよ。あんただって追われる身なんだろ。目的は何なんだ？そんなの決まってるじゃないか。戦場でやることといえば二つに一つ。戦って生きるか、戦って死ぬかだ。純粋な命のやりとりに敵味方の区別なんてものはない。倒す側も倒される側もね。君たちも兵士ならわかるはずだよ。全てを敵に回した反逆者ならなおさらね。だから私たちはそんなつもりじゃん。なんてね、考え方は人それぞれだ。無理にとは言わないさ。それでももし気が向いたら私の戦場においでよ。コロニーイレブンは君たちを歓迎するぜ。いろんな意味で。なんだよあいつ、私たちにどうしろってんだよ。確かに、どうしたものかな。新規登録者を確認した。まだまだ発見がいっぱいだね。
おや、もしかして本当に来てくれたのかい。まあその助けてもらった恩もあるしな。義理で鉄火場に付き合ってくれる兵士は初めてだね。そもそも一人でコロニーとどう戦うつもりだったんだ。特艦でもする気か。さすが見るからに参謀な参謀君、ご明察だ。正気か。おいおい、戦場で正気を問うなんて無粋じゃないかい。んなのただの決死隊じゃねえか。頭いかれてんのか。ユーニ、さすがに言い過ぎだ。あ、いやけどさ、私のコロニーイレブンはキャッスルのお膝元を守護する難攻不落と謳われたコロニーでね、アグネス軍がここを突破したことは今までの一度だってなかった。そんなコロニーをわずかな兵で落とす、コロニーをずっと守り抜いてきたこの、これほど痛快なことが他にあるかい。いや、ないね。ないねじゃねえよ。帰り討ちに会うのがオチだろうが。その時は兵士として華々しく散ってやろうじゃないか。おい。心配しなくても私はそう簡単にやられたりはしないよ。君らだって相当な視線を超えてきた口だろ。私たちならやれるさ。ちよく言うよ、私たちのこと何も知らねえくせに。腹くくろうぜユーニー、お前さんのサポートがありゃなんとかなんだろう。やけに乗り気だなランツ。そうか。そういえばアシェラさんのことも最初から知ってたし、もしかして。わ、悪いかよ。相手はケベス切ってのディフェンダーだぜ。俺だってディフェンダーの端くれだ。そんなやつと肩を並べて戦うんだから。嬉しいこと言ってくれるね。もちろん君の活躍にも期待しているよ、ランツ君とやら。おお。勘弁しろよ。それではウロボロス諸君、いざ出撃といこうか。血湧き肉を踊る戦場が私たちを待っているよ。戦友がいるってのはいいものだね。予定を変更する。一人で突っ込もうとしたやつがよく言うぜ。予定を変更する。対処するか。こんなものじゃない。
さすが今をときめく反逆者一味だ。うちの連中にも容赦がない。人聞きの悪いこと言うなよ。これでも一応手加減してるんだからね。遠慮することはないさ。徹底的にぶちのめしてくれていいぜ。軍務長である私が許可しよう。ひでえ軍務長もいたもんだな。そういやコロニーイレブンの兵士の中には噂じゃとんでもねえ奴らがいるんだろ。そうなのか。ああ俺が聞いた話じゃ山一つ先まで見通す狙撃兵とか心を読む特殊兵とか。くったらね、ただの噂だろ。ちょっと興味あるね。私については何かないのかい。へっ、ああ、まあ、あるといえばあるけどよ。試しに行ってみなよ。なんとなく想像はつくからさ。猟犬のアシェラ、ケベスに名だたる英傑の軍務長、またの名を。死にたがりの戦闘狂。はあ、なるほどね。またろくでもねえのが来たな。ああ、まったくだよ。覚悟はしてたけどさ、まさかこんな普通で面白みもないのとか。もっとイカれたのを期待してたのに。そっちかよ。雑談はそのくらいにして、そろそろ先に進まないか。ここが敵陣の真っ只中だってことを忘れないでくれ。おっと、そうだった。次の増援が来るまで時間もないしね。このやるせない気持ちはうちの兵士たちにぶつけて解消するとしよう。ほんとひでえ軍務長だな。おっと、第二波の気配がするね。エーテルを回収しよう。予定を変更する。ここからキャッスルの裏側へ回り込むんだ。うわ、これまた高いな。羽が乱れちまった。初めて来る場所だね。私に敵意を向けるとはね。行くぞ。待ちに待った大戦だ。
予定を変更する。ふい打ちなら大歓迎だよ。本領発揮といきますか。回収しておこう。僕たちならやれるか。
いい案があるんだ。任せろ。お先に失礼。ここまで来ればコロニーイレブンはすぐそこさ。決戦は近いぞ諸君。その前に一つ確認しておきたい。敵の指揮官は誰なんだ。大方想像はつくだろう。君たちもよく知ってる手合いさ。やはり執政官か。こいつがまた戦術家気取りの難物でね。しかも自己愛の塊と来てる。きっと今頃兵士を手足のように操る自分に酔いしれてることだろうさ。それで兵士たちが俺たちを討伐するために無理やり駆り出されてるのか。嫌な趣味してやがるな。吐き気がするぜ。気にすることはないよ。うちの連中もなんだかんだで楽しんでるからさ。はあ？どういう意味だよそれ。ここまでの攻防を見ればわかるだろう。相手は本気でこちらを殺しにかかってる。主に私をだろうけど。つまり何か。コロニーイレブンは執政官に操られるまでもなくこちらを撃つつもりだと。ありえねえだろそんなの。そうとは言い切れないさ。彼らもまた私と同じだからね。余計わかんねえよ。さっきから回りくどいことしか言えないのか。まあまあ細かいことは置いといて、今はただ純粋に戦いを楽しめばいい。ここから先はより過酷な戦場になる。つまり本当のお楽しみの始まりさ。敵の本陣は目の前だ諸君。来たな逆賊ども。いや追い立てられた獣者と言うべきか。お前がコロニーイレブンの執政官か。ウロボロス風情が。口の聞き方に気をつけろ。私の命令一つで貴様らなどすぐにでも圧殺できるのだからな。理解したようだな。ならば控えていろ。貴様らの処分は後回し。何？まずは貴様からだ。元軍務長アシェラ、前に出ろ。おい！恐れながら執政官殿、先ほど逆賊と言われましたが、
彼らはともかく、なぜ私までもが謀反の罪に問われているのか。どうか愚かな獣である私に、偉大なる執政官殿からご教示を賜りたく存じます。愛も変わらず、ヘラズグチよ。ならば今一度教えてやる。戦場への独断介入、逸脱した戦闘行為、公然と行われる軍規違反、そして最も罪深いのは我ら執政官へのどしがたい侮辱の数々。心当たりがないとは言わせんぞ。ここにいる兵士全員が証人だ。その結果、我らはケベスに数多くの勝利を献上してきました。華々しい戦果こそ執政官殿のお望みだったのでは。このような命令をいつ私が下した。貴様らは駒であることを忘れるな。駒は盤上で打ち手に従ってこそ駒足りえる。勝手に動く駒など、クズほどの価値もない。ひどい兵士を、そんな言い方。しかしだ、腐っても白金の頃に寄っておくのも賢明とは言いがた。ゆえに当面は私が直々にコロニーレブンを統括する。私は用済みであると。死にたがりの戦闘狂なら同胞に撃たれるのも本望。言わせておけば。なるほど。察するに執政官殿、あなたはいくつか勘違いをしていらっしゃるようだ。くだらん。この後に及んでまたザレ事か。今日までコロニーイレブンはあなたが行けと命じた戦場にどこへでも駆けつけた。しかしそれは全て己の意志で望んだこと。そこに我らの求める戦場があればこそ、兵たちは死力を尽くして戦い抜く。それだけが望みなのです、彼らとこの私にとっては。だったら何だというのだ。逆に言えばそれ以外はどうでもいいのですよ。たとえ昨日までの味方と戦うことになろうと、主でもない相手に従うことになろうともね。な、それはどういう意味だ。あなたが忠実だと思っていた駒はまさにクズほどの価値もないということですよ。最初からずっとね。でたらめも大概にしろ。現に今こうして私に。なんか面倒になってきた。そういうのもういいからさ、さっさと殺しに来いよ、無能。化け物に変身するとはね。ふん、おじけづいたか。そう見えるかい。いや全然。もう好きにしろよ。アシェラ、甘く見ない方がいい。こいつは兵士相手とはわけが違う。ああ、どうやらそのようだ。さーて、ウロボロス諸君、待ちに待った決戦と行こうじゃないか。行くぞ。
駒の分際で、駒の分際で。こいつまだ生きて。ふん、どうした、殺すがいい。それが望みだろう、このケダモノが。やめと。はあ、なに、おい、マジでイカれちまったのか。お前メビウスだぞ、敵だろうが。こいつはだってさ、これで終わるのはな、なんていうかな、その、あ、もったいない。正気か。いや、聞くだけ無駄だったか。そういうわけで、執政官殿、今なら戦略的撤退でも何でもしていただいて結構です。ぜひ雪辱を果たしに再びコロニーイレブンへお越しください。貴様、貴様、ま、どうしても死なせろとおっしゃるなら解釈するのもやぶさかではありませんが。必ず受けさせてやる。私をコケにした報いを存分にな。うわ。執政官は、メビウスはあんたが思ってるほど甘くないぞ。元より承知さ。だからこそ期待が持てるってものだね。はあ、なんというか、いろいろすごいね、この人。さーて、お次は勝利の祝報だ。盛大に頼むよ、せっかくだからね。なんか違うような。まあ、めでたいと言えなくもねえか。あんたたちは白金のコロニーだ。本当言っただろう、どうでもいいんだよ、私たちにとってはね。わかった。よし、行くぞ。これであんたたちは自由だ。もう命を奪わなくていいし、戦う必要もなくなった。それは果たして自由と言えるのかな。どういう意味だ。私たちはさ、最初から命のために戦ってたわけじゃないんだよ。おいおい、そんなわけないだろ、普通は。ああ、そうさ、普通は生きるために戦おうとする、当然さ。出なきゃ死ぬからね。だが私たちは戦うために生きる、そのための命さ。戦うためにって、そんな生き方、うちの兵士たちとやり合った今ならわかるだろう。連中が執政官に従ったのは命が惜しかったからじゃない、あくまで状況を利用したに過ぎないんだよ。は？なんでそんなこと。そんなの決まってるだろう、私と君たちのような強者と本気で試合うという望みのためだよ。その望みに応えて私は戦った、ただそれだけのことさ。なるほど。いや、なるほどじゃねえだろ、セナ。冷静に考えてみろよ。こいつら身内同士の殺し合いを楽しんでたってことだぞ。おかしいだろう。うん、ありていに言えばそうなる。開き直ってんじゃねえよ。そもそも戦うために生きるとか、そんなことしてたら命がいくつあっても足りねえだろ。ああ、
死にたいね。そりゃ笑える。おい、本気かよ。そんなに意外なことかな。君も兵士なら。ふざけんな。ん？ふざけんなよてめえ。戦いが望みとか死にたいとかさっきから意味わかんねんだよ。偉そうに小たく並べたところで、要は血に飢えたけだものってことだろ。あの失政官が言ってた通りじゃねえか。あ、ちょっと言うに。これ以上てめえのイカれた自殺願望にあたしらを巻き込むんじゃねえ。とっととここから失せやがれ。ユウニ、今のは参謀くん。いやー、さすがの私も今日は疲れたな。ちょっとそこらで一休みでもするかな。君たちも好きにくつろいでいいよ。戦場に付き合ってもらってお礼さ、アシラ。それじゃ私はこれで、あとはヨシナに。ユーニ、さっきのは良くないぞ。後でちゃんと謝るんだ。ノアはあいつの肩持つのかよ。誰にだって望む生き方がある。エセルもそうだったろ。あんなのとエセルを一緒にするなよ。ま、そりゃそうだけどよ、先に切れたのはお前だぜ。ユーニ、気持ちはわかるけど、ここはね。ああ、はいはい、わかったよ。ちゃんと話すよ。これで。ああ。たく。おい、ん？あ、そのなんだ、さっきのことなんだけど。悪い、言い過ぎた。ま、笑うんじゃねえよ、こっちは真面目に。ああ、いや、ごめんごめん、ただちょっと意外に思ってさ。そもそも君は何も悪くないと思うな。君が言ったことは実際本当のことだしね。死にたいってこともか。日時計なんてものがなくても人はいつか死ぬ、遅かれ早かれね。だからそうなる前にこの世界に刻みつけてやりたいんだよ。限られた時に縛られた私たちの生きた証ってやつをね。私はそのために死にたいんだ。やっぱわけわかんねえよ。私にはただ自滅を望んでるとしか思えない。戦うために死ぬのと死ぬために戦うのは似ているようで違うんだよ。意義のある死を遂げてこそ私はやっと自分の価値を証明できる。劇的に生きて劇的に死ぬ、それが私の望む戦場なのさ。と言っても傍から見ればそれは死にたがりの戦闘狂でしかないわけで、コロニーイレブンはね、そんな狂った奴らの最後の拠り所なのさ。どこがだよ。いや、今日でそれ何度目かな。まあでも、ん？少なくとも
ここから飛び降りて死のうとするほどバカじゃないってことは分かったよ。自分の生き方を貫こうって話なら、私がとやかく言うのもなんか違うし、それに死を恐れずに戦うあんたは、その正直すげえと思うよ。おう、そう来ちゃったか。んだよ、また茶化す気か。いや、なんというか、そんな風に言われたのは初めてだからさ、正直驚いてるかも。もしかして照れてんのかあんたが。そいつは傑作だな。おい、そう、まあ冗談なんだけどさ。やっぱ私お前のこと嫌いだわ。悲しいな。私はむしろ君のことが気に入ったよ。まあこれからは反逆者の仲間同士なんだ。だから仲良くしようぜ、ユーニ。猟犬のアシェラ、押して参る。なんてね。みんな疲れただろう。みんなのサポートは俺がやる。バッチリ守ってやるからな。攻撃は任せてもらおう。少し休まないかい。みんな疲れただろう。少し休まないかい。だな、さすがにクタクタだぜ。